それでは兄弟の論文を自然言語処理研究室の勝田が発表します。まず概要ですが、まず最初にその大規模なオールワーズレティシカルサブスティチューションというコーパスを構築しています。クラウド組織で、まあ、単語と単語の書き換えをたくさん集めたっていうコーパスなので、まあ、言い換えれば同義語辞書っていうのをまあ構築したようなものを今回は作って、それをまあ解析して、まあ、ワードネットやセメバルといったデータと比較してまあ解析を行っています。で、まず最初に、まあ語彙曖昧の解消っていうので、まあ、ワードあ WSD とかを紹介してるんですけど、このを使う手法だとワードネットっていうのがまあ基本的に多く使われていて、まあ、ワードネットだとカバレージや、まあ、グラミアリティがまあなんか悪いというふうな感じの評価でがされていて、でそれのまあ改善策というかまあ代案のようなもので、まあ、レキシカルサブスティチューションというようなまあものができたということでした。で、まあ、レキシカルサブスティチューションというのは、まあ、その文の中のその一単語の置換候補というのをまあリストにするようなもので、まあ、文脈を考慮した、まあ、置換というようなものを行います。で、まあ、その2000これが2014年の論文なんですけど、その当時はその大きな規模のデータっていうのが存在しておらず、まあ、それでまあ一度その大規模なデータを作って、その歴史からサブスティチューションの性質や、まあ、文脈のにおけるまあ意味の性質なんかなどをまあ調べようっていうような研究です。で、実際にまあそので使うデータとして MASC というようなのがまあ記事を集めたようなコーパスなんですけど、それまあ3万語以上の単語でまあ構成されているデータを今回は使って、そのクラウドソーシングによってレキシカルサブスティチューションのデータを作ります。で、まあ、実際にクラウドソーシングが、まあ、Amazon の使うんですけど、まあその依頼方法としては、そのまず、まあ、散文っていうのがその一文の中の一単語を書き換えあの置換候補を挙げてもらうっていう方法なんですけど、一文だけだとその文脈を うまく理解できない可能性があるということで、その前後の一文ずつも一緒に表示して、その3文の中で、まあ、一単語を書き換えられる単語を挙げてくださいというようなのを依頼として出していました。で、データとしてはその一単語ごとに6人の人が書き換えてくれるもらうようにデータを用意して、で実際にその使ったデータとしては2474文で、まあ、約15万5000個の単語でまあ構成されたデータを使っています。で、まあ、それでデータを集めて1度っていうのをちょっと計算して今知ったデータがこれで、PA っていうのはその、まあ、ST っていうのがその一人のアノテーターがその一つの対象単語に対して挙げた候補のを ST っていうとして表しているので、この PA っていうのはそのアノテーターごとの挙げた単語の一致度っていうのをまあ計算しています。で、PAM はその そのターゲット単語で最頻度となる単語を、まあ、何人のアノテーターがその最頻度となる単語を挙げているかっていうのを、まあ、計算したものになります。で、そうすると、あ、で、その CONCO っていうのが今回作ったコーパスで、コンプリティっていうのは、まあ、その全部のデータを集めたもので、サブセットっていうのはその6人が全かんちゃんとアノテートしてくれたデータのことで、なので、まあ、コンプリートの方だと多分6人できてない単語とかも全部含めたデータです。で、そのデータで結果としてはその
サブセットつまりまあ6人がちゃんとアノテートしたデータとその過去の、のこの上の2つが過去の研究での実際に人手で小規模に作ったデータなんですけど、そのまあ一致度っていうのが、MN09 と、まあ、サブセットっていうのは比較的近い一致度っていうのを持っているので、まあ、このクラウドソーシングのデータっていうのは、まあ、ある程度は信用できるものであると考えられるというふうに述べていました。で、実際にそのコーパスを使って、まあ、解析を行うんですけど、その対象単語の時間候補との関係や、まあ、サブセットがそのワードネットのシンセットのような語彙にどれぐらいの類似をしているのかっていうのを調べています。で、実際に、まあ、同義語や、まあ、ダイレクトやトランスなどの関係性を、まあ、ワードネットから対応付けた結果がこちらで、まず基本的に同義となるのは約1割ぐらいで、このワードネットアザっていうのは実際に挙げられたやつで、ワードネットとの対応が取れなかった単語、まあ、同義となどの対応が取れなかった単語っていうのが、まあ、実際はほとんど でしたという結果です。で、ノットインワードネットは、まあ、そのワードネットにその単語自体がなかったというような、まあ、というふうな結果でした。で、これが実際にその一つ、これだとチャレンジというのをまあ書き換える単語の候補を挙げているんですけど、まあ、これは同じ意味として一応この文としては使われているのに対して、まあ、文脈を考慮するとこのように候補が変わってくるというふうなもので、そのイタリックが今回言うそのワードネットでの対応が取れなかったものなのでは、まあ、割とたくさん、まあ、割と比較的多く、まあ、対応が取れていなかったっていうのが分かりましたと。で、それに対してその同義となる単語がを見て、ワードネットのそのシンセットをどれに対応できるかっていうのを、マッピングしたっていう実験を行ったんですけど、それによって、まあ、ユニクリっていうのがどういうものだったのかよく分かんなかったんですけど、まあ、一つだけマッピングすることができたというような感じだったので、その何ですかね、ワードね、このサブセスティチューションのデータを見て、それがどのシンセットに当たるかっていうのを唯一一つだけ、まあ、特定することができる場合が、まあ、ブドウ詞だと 60% ぐらいはあったというような結果になったのだと思います。で、一応結果としては動詞や名詞は比較的シンセットとの類似性は高かったというふうに書いていました。で、次にそのランキングから、まあ、その実際に他のデータと、まあ、ランキングので計算をして比較したんですけど、その、まあ、実際この計算が単語の対象ベクトルをとその対応付けされた単語とのベクトルのコサイン類似度でランク付けしたというデータで、まあ、このベースラインがそれぞれの計算モデルがもともと持っている単語ベクトルによって計算された結果で、コンテキストっていうのはその対象単語のベクトルをその前後の絵は確か前後の単語に文脈を考慮して補正をかけたベクトルで、まあ、コサイン類似度を計算しているというふうなものでした。で、その結果としてはまず、まあ、ベースラインを見るとその過去の研究と今回の論文のやつっていうのは比較的近いデータ、まあ、関係性を持っているというのが分かって、比
較、まあ、クラウドソーシングのデータとで、まあ、これに似たデータを作ることができたのではないかというふうに考察されていました。ただその文脈を考慮してはコンテキストになると大幅に値が小さくなるっていうのが、まあ、この回の結果で、そのまあ原因としては、まあ、実際に依頼する設定や、まあ、意味の分布や頻度が、まあ、何かしらの原因となっているのではないかということで、あのその下のサブセットっていうのはセメバルと同じあの対象単語のまあ、品種の 分布とかを全部揃えた状態、揃えてまた実験し直した結果なんですけど、まあ、実際それをやってもあんまりむしろ悪化するかという形になったので、まあ、これは原因ではなくまた 何か別の原因があるというふうなことで、まあ、よくわかんないような形でちょっと実験は終わってたんですけど、まあ、ある程度その 大規模でそれとほぼ同じような質というデータを作ることができたというふうに述べています。で、まあ、実際このコーパスの利点としてはその記事に対してアノテーションをしているので、まあ、連続したドキュメントをカバーしており、で他のデータと比較しても規模は大きいので、そのエキシカルサブスティチューションの解析っていうのは詳細にすることができるということを述べています。で、まあ、実際にその解析した結果としては、その一つの単語に対する、まあ、言い換えの候補っていうのがそのワードネットのシンセットに類似するような結果が出て、ただそのワードネットのシンセットが必ずしもその言い換えの候補を全部含んでいるというわけではなく、まあ、その中でもさらに何らかの区別をする必要が、まあ、あるというふうに述べていました。以上で発表があります。